ますね。もうかなり寒いですね。今日は新潟大舞台と、試合です。まあ、ジャパンサッカーカレッジだったり新潟経営大学だったりっていうところの、まあ、混合チームになってるんで、チーム力というか連携っていう部分では、まあ、難しいところはあると思うんですけど、やっぱりね、あの上手い選手がこう組み合わさってるっていうところはあると思うんで、はい、チーム力で今日も勝利していければなと思います。昨日の夜ここら辺でイノシシを見かけたんですよね。ちょっと怖い。これ何になってるんですかね。これみかん、なんかいる、なんかいた。いや今日も水が綺麗でこの音で癒されますね。はい、あ、おはようございます。おはようございます。ロケットランチャーみたいに魚持つのやめてもらえますか。ちょっとなんか猫は猫は、サンプルキャさんだ。サンプルキャさん。困る困る。シャドウしてください。困る。サンプルキャさん。行きます。行ってきます。行きます。よいしょ。よいしょ。
今日も練習試合に向けてリラックスタイムしてます。よし、カノヤ行くぞ。頑張ろうムニョ。頑張るぜマジで。サランヘヨサランヘヨネガクデゲップゾカンゴアジナ。そんな歌あんの？寝れる？どう寝れる？いや結構眠くなってきたもんね。続けて。いやだな、サランヘイヨ。カノヤの方行ってきます。やりきります。お願いします。行きましょう。今日もよっしゃ、行くぜ。こっから、こっから、こっから、俺らの勝負って。こっから、こっからですか。帰るよ帰るよ。遠藤は誰やったら、もう乗り込んどる。明日準決勝だよ。はい、準決勝だよ。帰ろう。あれ帰ろう。ただいまー。もう仕切ったの？まだっすよ、こっからっす。はい、じゃあ今日も風呂行きます。行きましょう。これね、あの、PK 戦の話して。いや、まあ今日 0-0 でね、スコアレスで迎えた PK 戦、うん、あ、まあ監督の指示で、うん、PK 蹴りたいっているか、うん、マジかと。これ手あげねえとなおセンターバックのムキョンジョンが、やっぱ俺のキックで勝負決めたいと思って考えたのって。俺1年目か4年目の順調に決まったから、5人目の俺に決めてくださいお前あかんわお前ダメ、お前心配、お前あかんわ勇気振り絞って勇気振り絞った5番目がまさかちょっと心配やな俺ちょっと人生初だ断られたの初めてすぎて。ああ笑顔になるわ。ごちそうさまでした。足に疲労溜まって、なんか足すごい腫れてる。大丈夫やっぱ国体2日目ともなれば足あんなにむくむんか。ということで今日も終わりました。明日鹿児島県国体と準決勝なんで、明日しっかり勝って決勝に挑みたいと思います。おやすみ。最後にね、告知させてください。今現在 B トップでですね、全社チケツ、そして JFL 昇格に向けて、B トップファンディングというものを開設させていただいております。 B トップでの、クラウドファンディング活動ということになるんですけれども、こちらの方が今現在、500万円目標で、126万1千まで、到達することができました。皆さん多くのご支援本当にありがとうございます。ですが、目標の500万円までなかなか到達しないというのは現状です。概要欄にですね、ビートップファンディングの URL を貼っておきますので、ぜひね、そちらから内容を見ていただいて、ビートップを応援して、くださる方がいらっしゃれば、ご支援のほど、お願いいたします。ぜひね、まあ、ビートップの活動を応援の方よろしくお願いします、という報告でした。